新しく入った選手が一生懸命、プレーしてましたけど、もうなかなか相手も必死に、ね、守ってくるっていう形だったので、入らなかった時間が続きましたけど、前回同様、しっかりじれずにゴールを目指してくれたおかげで、最後ね、点取れてよかったのかなと思います。気持ち的にね、一回、クールダウンといいますか、しっかり休むところ休んで、またリーグ戦に向けて、一段階、パワーアップ、体力的にもメンタル的にも、充実、整った状態で、試合に臨めるようにうまく調整していきたいなと思います。私たちはまだまだ認知度も低いですし、渋谷の街でやってるわけだし、一人でも多くの方に渋谷シティっていうものを、ね、知ってもらういい機会だと思うので、僕らも全力でね、皆さんと楽しむ時間を過ごせたら、また渋谷シティというものがみんなに応援されて、少しずつ大きくなってくるきっかけになればいいのかなと思うので、楽しみにしています。